あ、しのぶさんこんにちは。あ、出ないですか。はい、こんにちは。はい、ちょっと20秒の自己紹介してもらってもいいですか。じゃあこっちからです。はい、福島市カンパニーの須藤春です。はい、はい、よろしくお願いします。同じく糸島市カンパニーの下田です。はい、もう一個ランプって会社もやってます。ランプ、はい、よろしくお願いします。で、下田さんと瀬戸原さんがさっき言った糸島市カンパニーってどんな感じですか。何をされてます。糸島市カンパニーは、3人でやってる町づくり会社で、3人いない。ハワイ中。福島さんがハワイ中。はい。なんだろうな、でも、なんて言って、街づくりじゃないけどね。なんか、近くは、イベントスペースを年内に、糸島の、町部で、やろうかなと。前原にあるんですね。そうそう、前原っていうところで。じゃあ、例えばね、欧米人の観光客が、切って、そこでどんな体験とか、なんか、面白いことができるんですか？イベントもやってるし、コワーキングスペースもあるし、コワーキングスペースもう何もしない、なんか、フラットな、オープンスペースもあるんだけど、多分観光の人が一番面白いのは、糸島のいろんな、美しい風景のあるところを、下田くんが、4面プロジェクションって言って、空間、壁3面と床が全部映像で切り替わる仕組みを、VR の、リアル版をも作ろうとしていて、で、観光で行くと、一回疑似体験、仮で、例えば二見ヶ浦の何とか押すと、一回そこにあたかもいるような、っていう体験ができる。すごい。それで、それでやって、で、レンタサイクルも僕ら一緒に来るんで、レンタサイクルで回るとか、できる。なんか最近東京でチームラボっていう動画とかよく見てるんですけど、あの感じですかね、インスタレーションみたいな。難しいけど、なんかゆくゆくは光景だけじゃなくて、なんていうか糸島の人にか知らない場所、特に有名なポイントじゃなく、知らないポイントだけど実は綺麗なところっていろんなところにあるから、そういう観光に乗らない観光みたいなところも紹介をしたいな。したいということですね。で、瀬戸原さんから見るとあんまりローカルしかわからないの場所って、自分が紹介したい場所あるんですか、糸島の中で。紹介したい場所でも、でも自分の家の近くの海とか、友達の家の縁側から見える風景とか、別に本当そういうローカルでもあまりいいところはいっぱいある。人もなんかいい人も多いし、それで一緒にこう風景がある感じはなんかすごい、多分私もはいいところですよね。暖かい人と綺麗美しいの風景ね。なるほど。多分お茶もしたりとかそこの場所はできるから。佐渡？お茶。そっちね。お茶ね。佐渡ね。カフェ。びっくりした今のなんか二人とも佐渡でできる。佐渡っぽいけど。でも行く前に体験して。そう玄関口として一回行って、その四面体験だけじゃなくて、いろんな人来てるから回る前に情報がね。なるほど。あ、前原を中心としていろんなとこ行くから、情報が集まるから、なんか海外の方来てもらって、僕らの方の誰かがいるから、つなぐなりなんなり、情報が得て回れるかも。一緒に繋がってるわけですよね。この前有田クリニックでなんかコワーキングスペースだったんですよね。それよりは多分もうちょっとねフラッと入れる。あ、そのガチガチじゃなくて普通の人も来てるし、なるほど、お母さんたちもお茶しに来てて、で旅行客も来てっていうのも気軽に入れる感じにしようかな。そんなに真面目な空間じゃなくて、朝から晩までコーヒー飲むついでにちょっとだけこうなんか情報をつけていくみたいな。で、2人とも会えるんですか？こう、たまにいる。たまにいる。俺、たまにいる。ぼちぼち。
分かりました。あとはもうおっさんじゃない若い子がいると思う。あ、でもおっさん会いたい方はいっぱいいるのでおっさんぼちぼち、はい、分かりました。ありがとうございます、はい、Thank you、はい、See you again. Bye.